はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はですね、まずはこのカイマのね、怪文書、こちらの攻略やっていきます。その後でですね、まあ、ゲートのね、攻略の方もやっていきます。さあ、新しく追加された怪文書2なんですけども、マップで入手できます。ステージ40、レア妖怪がですね、赤なめ時々出現してですね、こちらが怪文書に落とします。ほぼ確実に落とすんで、まずはこのレア妖怪周回してですね、怪文書2をゲットして挑戦していく、まあ、そんなスタイルがいいかなと思います。一応ですね、スコアタのポイントでね、怪文書2交換することもできるんですけども、まあ、マップでゲットできるんで、まあ、交換する必要もないかなと思います。さあ、怪文書に来ましたね。さあ、行きましょうか。さあ、カイマの怪文書丸2です。さあ、不快な事件ということでマップが用意されています。さあ、ステージ1は来たね。カイマ、このステージは特別なことはしてこないということで、特に何もありません。ポカポカ縛りがあります。ちょいむずということで、こんなパーティーでやっていきます。まずはワタメン、攻撃力アップですね。まあ、攻撃力アップが使えるステージは使った方が楽かなと思います。まあ、なくてもいけると思うけどね。そして四つ葉さん使っていきます。単体攻撃かわいいよね。ダーミーさん使っていきます。アイドルバージョン、全消し単体攻撃、ポカポカ。ポカポカってね、結構可愛いキャラが多いんですよ。そしてクリス使っていきます。このスバコラボ単体攻撃、技ゲージがたまる。さあ、そしてご来光ボーイ、こちらはニャンボでゲットしました。なかなかの強キャラです。まあ、ランク Z なんだけど、このスキルが強力だよね。さあ、行きます。まあ、ここに関しては HP5 万5000、ちょっと多めではあるんですけども、変なギミックもないので、まあ、普通にフィーバーインからの必殺技叩き込みで削り切れるんじゃないでしょうか。まあ、最近始まったこの怪文書シリーズ、まあ、特攻がねない代わりにですね、難易度がそんなに難しくもなく、まあ、プニプニらしいねステージが用意されてるんで、結構好きです。さあ、フィーバータイム中に必殺技連発していきます。まあ、ここはねいけるっしょ。さあ、バフを乗っけて必殺技連発いきましたね。さあ、61万。まあ、ここはね、さあ、クリアしました。お、極楽経験値玉、これ地味に嬉しいよね。さあ、それではどんどんいきます。ステージ2いきます。さあ、ここは反撃、技ゲージ吸収のみということで、まあ、ここも攻撃力アップなど必殺技の効果使えると。さあ、天魔使っていきます。攻撃力アッププラスデカプニを作るサイズアップがあります。このスキルがね強力。そして夏読み使っていきます。デカプニを4つ作り周囲を消す。まあ、技ゲージ吸収はですね、この辺りのサイズアップスキルだったり、デカプニが降ってくるこのスキルをねうまく使っていくとかわしやすいかなと思います。そしてアゲアゲハ、こちらもスキルがむちゃむちゃ強力、つながりやすくなる、そしてサイズアップと。お松サンタ使っていきます。 HP 回復ですね。そしてこのデカプニで降ってくる、そしてご来光さんも一緒に使っていきます。このデカプニで降ってくる。さあ、こんなパーティーで行くぜ。さあ、HP は10万超えと。ただ攻撃がね300ということで、比較的マイルド。
ただ技ゲージ吸収ギミック意外といやらしいんだよね。この吸い取っていく。なので基本的にはこのデカップに作って一気に技ゲージを貯めて攻撃していくスタイルになるかなと思います。そしてこのデカくなるスキルも非常に使いやすい。さあこれアゲアゲハがむっちゃ大活躍じゃないか。デカプニやべえ、行きましたね。まあポカポカ縛りがねちょっとね人によってはね厳しいかなっていうのはあるかもしれないけども、まあいいでしょう。極楽現地玉ゲートです。さあそしてステージ3いきます。さあステージは5までということで、さあこのステージは反撃、技ゲージ吸収、シャッフルやらしいな。さあここも攻撃力アップ使えそうなんでワータメン使っていきます。つながりやすくなる。さあそしてこの動詞復活があります。さあ HP15万、だんだん上がってきましたね。攻撃は300ということで、まさから同じなのでゆっくり落ち着いてやってもね十分いけるんじゃないかなと思います。シャッフルやらしいな。せっかくデカプに作ってもこのシャッフルで破壊される。さあうまく技ゲージを一気に貯めていく必要がありますね。まあフィーバーインでいく作戦もありかなと思います。さあフィーバーインからのここのフィーバータイム中はねシャッフル仕掛けてこないんで、ここで一気に、さあつく読みでデカプに作る。そして吸収やらしい吸収やらしい。やっぱりアゲアゲハに活躍してもらうしかないのか。さあ残り半分、まあ地味に行きましょうか。さあつなげていって行きます。さああと一発か。このでかいボーナス玉でデカプに作りつつ、やっぱりこのアゲアゲハ行きましたね。だんだん難しくなってきた。さあ星集めもやっていきます。極楽経験値玉、さあ行きましょうか。さあステージ4いきます。さあここは反撃、効果無効、技ゲージ吸収、フィーバーゲージも吸収か。ポカポカ縛り、さあそろそろ本番という感じでしょうかね。さあ白龍青年期使っていきます。前傾斜&フィーバー中はその効果アップ、デカアップ2で振ってくる。そしてサイズアップと最強スキル、さあ対抗棒を使っていきます。さあデカアップ2、サイズアップ、そして蘭姫使っていきます。ボーナス玉を作る、でっかいやつね。そしてサイズアップ、デカプニで振ってくる。そして今回大活躍のアゲアゲハ、夏読み使っていきます。この夏読みとねアゲアゲハがむっちゃ相性がいい。さあ HP は26万、そして攻撃が少し上がって550。さあそうは言っても比較的マイルドなのでゆっくりやってもいけるっしょ。さあフィーバーゲージ吸収があるんでもうタイム外でいきます。さあうまくデカップに作っておいて、あとは連発で削り切れるのか。
さ、このデカプニー、まあ、夏読み強いよね。さあ行きます。でけえデカプニー降ってくる。しかし技ゲージ吸収ギミックが結構強力。行きましたね。さあ赤なめ、さあクリアしました。さあ極楽経験値玉ゲットです。さあいよいよ最終ステージ。ここはお来ましたね。不快ですね。反撃効果無効、フィーバーゲージ短くなる、吸収。さあポカポカ縛り、まあここはいわゆる集大成という感じでしょうか。 HP も31万702ということで、ここの辺りから結構むずくなってきます。さあもう連発していきます。おっと2ミリぐらいしか減らないということは結構連発する必要があるかなと思います。吸収いやらしいね。やっぱり吸収があるステージはこのデカプニをねどんどん作って一気に溜めて削っていく。さあそして夏読みでデカプニ作る。さあ太鼓棒三国志キャラ、さああと一発は、さあデカプニ作って太鼓棒いきましたね。おっとアイテム落とすのか。ちょっとこれはちょっと周回もねありかなと思います。さあ経験値玉ゲット、できれば秘伝書系が欲しい。さあなんとかですね全部クリアしました。さあそれではですねゲートの攻略やっていきます。さあ油風呂の、まあ、レベル25ということで、さあこんなパーティーでやっていきます。火星の清流ですね、これがむっちゃ大活躍しています。今回ね正直特攻ないと無理ゲーです。そして福利湯のブラックサンド使っていきます。ニョロロンでいきます。こちらニョロロンの種族効果アップがあります。そしてナンダ竜を使っていきます。こちらスキルでダメージを減らす。悟空土の子、こちらスキルで獲得 Y ポイントアップがあります。さあそして暴走エンマイワイとサボりがあります。さあこれでいくぜサキちゃん。さあ今回ね油風呂やばいっすねなので、まあ、いつもであればですね特攻なくてもねこのステージ普通に倒して周回することができたわけなんですけども、今回はなかなかそうはいきません。運営も考えてくるよね。なので特攻をねうまく生かすような感じで、もうアタッカーはねこの青龍、残りはサポートの種族効果アップということでフィーバーインからの、もう青龍がねその代わりむっちゃ強いんですよ。ダメージが24万ダメージなので、そしてこのスキルのおかげで技ゲージが溜めやすいんで、この青龍をね何回か打ってやればサキちゃんいけます。さあいきましたね。さあそして22ポイント27ポイント。さあこの奥の方でエビ天がね上げられているのが非常に気にはなりますけども、おっと灼熱のマレアレベル6来ました。さあ行きましょうか。来たね、しばらくマーズ
さあ、いきます。 HP は43万ということで、もうレベル6にもかかわらず結構本気で来やがったっていうね。まあでもレベル6は本当に通過点なんで、こっから先をどうやって攻略していくかだよね。さあ連発していきます。削り切れるのか、なんか全然減った感がない。今まで気まぐれゲートこんなに難しかったっけ。さあ連発していきます。さあまだね、この辺りのステージは漢方なしでねクリアしていって、まあレベルが上がってきたところで、まあ、漢方を使ってねいきたいなと思います。まあ、できれば無課金でね攻略したいとは思ってますけども、まあこれもガチャからねキャラが引けるかどうかだね。さあ地味にこの玉がいやらしい、お邪魔玉がいやらしい。あと一発いきましたね。なんとかいきました。さあやばいね。まあ今回ね超ご褒美の間が追加されたのはいいとして、さあ103ポイント